リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。本日はですね、結構最近人気のうちの子、サナちゃんですね、セイブシシバナヘビのサナちゃんの飼育に関するご質問をいただいたので、そちら動画にしていこうかなと思います。ただ飼育の仕方に関してはまあ人それぞれだったりもするので、私ののみを参考にするのではなく他の方のも参考にしてみていただいた方が、いいと思います。まず参考がてらうちの子のも見てみてください。はい。ということでね、今サナちゃんはそこにいますね。で、ケージはですね、これプラケース、100均に売ってたプラケースですね。になります。で、サイズ感としてはですね、もうちょっと大きくてもいいんじゃないかとは思いつつも、ケージの大きさに合わせて成長したりするヘビも多いので、私はあえてこのサイズ感で、育っていただけるようにこのサイズにしてます。このサイズで済むようにっていうところでね。あまり大きくなりすぎず太りすぎずというのも考えながらというところでございます。はい。で似たようなケージ、これ100均以外にも普通に売ってて、ちゃんとしたレプタイルボックスっていうレオパとか、あと西アフとか西アフリカトカゲモドキとかね、ああいうのを飼うのにも使えるようなケージになってたりします。でスライド式ですね。上がこんな感じでという感じでスライド式で開くやつで、中はですね、私は床材をくるみの床材ですね、これですね、こんなやつ、ハリネズミとかハムスターにも使えるよっていうようなこの床材ねを買ってます。これいくらだったかな、2キロで1000円ちょっとだったかな。コスパ的にはそんな安いものではないので、私はレイアウト重視にしております。はい。レイアウトとか特に考えないよとか、見栄えとかもあんまり気にしないよっていう人だったら、正直床材は、ペットシーツ引くだけでもいいと思います。で、サナちゃんは迎えた時にシェルターとかこうちょっと細かい隙間に入るのが好きそうだったんで、私はシェルターを用意してるんですけども、その個体によってはシェルター必要なかったりします。なのでペットシーツポンと引いて、一応水の容器だけ入れて終わりみたいなこととかもできると思います。で、うちの水容器はタッパー、これも100均に売ってるタッパーです。で、中に入って水を飲んだり水浴びしたりというタッパーですね。で、私はなんとなくちょっと夏っぽい感じのね、ちょっとこうギラギラした夏というよりはおしゃれな夏って言ったらいいのかな通じるかな、ハワイとかの夏、なんて言ったらいいんだろう、ちょっとおしゃれな夏っぽい感じです。雰囲気的にすごい伝わりにくいね。そんなケージレイアウトにしたくて、よくねサナちゃんはこれを置いとくとこの下に潜ったりするんですけれども、こういう風に置いといて、でこれもカゴみたいなやつがね100均に売ってたので、置いたような形になってます。これも100均のもので、そこにこの中も100均で、このサナちゃん入ってるこの中ねこんな感じでサナちゃんがよく入ってるんですけれども、この中も100均のもので、正直なんて言ったらいいんだろう、これはもともと多分花瓶かなんかかな、花を刺すものですね。それを横置きにして入れてあります。ココナッツじゃないや、くるみの床材がちょっとこの辺にくっついておりますね。はいって感じです。で、中は脱皮した皮とかがねついたりしてこんな感じでちょっと汚れちゃうんですけど、これは定期的に洗ってあげてます。まだそんなに汚れてないからいいかなって感じですね。ちょっとサナちゃんあれだね、あなたちょっとお腹のところ汚れてるね、失礼するよ。で、サナちゃんはね噛んだりしません。来た時からすごく慣れてくれている子なので、何かしたわけじゃないんですよね。もともとうちに来る前から慣れた子だったんで私が何かうちに来てからしたってことは特にないです。強いて言うとよく触ってるくらいです。なんで慣れてるね。ちょっとだけ顎の裏見してもらっていいかい。ちょっとだけね。ごめんね。嫌でしょ。なんかね、ここが今汚れてたような気がして。あ、汚れじゃないな。あ、でも脱皮すんのかな、そろそろ。なんかそんな感じするね。あ、でもそろそろ脱皮かも。はい、っていうところですね。で、もう一個私が用意しているのは、これはね、コーヒーのスプーンですね。コーヒーだったかな、ティースプーンだったかな、忘れたけど。こんな感じ。めっちゃ反射してるね。イエーイ。こっちの手でこうやって持ってるんだけど、はい、でこれ何かっていうと、ちょうどあそこにね今うんちあるんですけれども、あとここの、まあ、水ついたやつでもいいかな、床材をね取り替える時に使うスプーンです。なのでこうやって床材を取ってそのまんまゴミ箱にポイ。これも床材そのまんま取ってポイ。よいしょ。の床材もそのまま取ってポイって感じね。はい。で、あんまりにも床材が減ってそうだったら取り替えるんですけど、あ、ちょっと固まってる床材があるね。はい。よいしょ。こういうふうにした時に、まあ全体的にねまばらになるようだったら問題ないです。で、あとは戻してやって戻してやって。戻してやってって感じのケージのレイアウトです。もともとねヤシのなんか木、ヤシの木のなんかオブジェクトも置いてたんだけど、それもねなんか倒れてきちゃったからやめました。あとそう、パネルヒーターを用意してあげてます。下にパネルヒーター引いてあげるか、エアコンとかでね室温自体を管理してあげてください。私はこの部分だけパネルヒーター引いてて、もしここがねこの子が暑いなと思ったらこっち側に避難できるようにしてます。で、水は冷たい方がいいだろうなと、思いまして、水の方には引いた引かずって感じですねはい。で、餌なんですけれども、この後給餌もしていこうかなと思うんですけど、餌は私はピンクマウスを使用しております。サイズは M サイズだったかな S だったかな、あんまり大きくないピンクマウスを使用しております。この後餌が移ります。まあ、ここまで見てくださっててね、セイブシシバナヘビの飼育したいよっていう方は大丈夫だと思うんですけれども、ただ動画が気になって見てきていて、マウスを見るの嫌だよっていう方は、この状態で動画を閉じてください。はい。ということで、この3秒後に移りますよ。慣れてない人もいるのでね、一応ご注意でございます。では、3、2、1。はい、どうぞ。多分食べるね、これね。はい、食べました。うちはだいたい1週間に2回、ピンクマウスのこのサイズをですね、2匹あげてます。で、この子が特別にこうやって慣れてるんで、私は手の上で乗っけて食べさせるようにしてます。で、手の上でこういう風に乗っけてご飯を食べるということを覚えてもらおうと思って、それをすることによってより人慣れするかなと。もう十分人慣れしてるんだけどね。もっと人慣れしてほしいなというところで。うん、もう飲み込んでるね。早いね。はい、どうぞお食べください。もうここにいるね。食ったやつ。この辺にいるね。飲むの早いんだよ。この後飲んだ後のその餌の流れを見てみたいね。今この辺でしょ。おお、進んでってる。ぐーっと今この辺にいるね。今この辺通ってるわ。あ、通ってった。こここぐーっと今通っていってるね。この辺にいる。多分胃がこの辺なんだろうね。前も言った、なんかこの話した気がするけど。あとちなみにですね、この子たまにこういう風にやってると間違って指を噛みます。餌と勘違いでね。ただ噛むんだけど、わかるんだろうね。一瞬餌かなと思ってパクってするんだけど、あ、違った、餌じゃないってなって、離してくれます、ちゃんと。で、セイブシジマナエビね、一応その奥の歯のところに、毒が、軽度なね、神経毒があるっていう話だったんですけど、私噛まれても神経毒は特に、まあ、人間だからかな。多分ちっちゃいそういうマウスとかに、捕食するときに使われる毒なんじゃないでしょうか。可愛いわね。はい、っていう感じでございます。うちの子はこんな感じのケージで暮らしております。もうちょっとね、なんか夏っぽいおしゃれな感じのこうリゾートの、ビーチっていう感じにしたいなとは思ったんですけど、なんか物増やしすぎてもあれだしと思ってこの状態を保ってます。ちょっとここ汚いね。これなんだろう。あ、外側か。あ、よかったよかった。後で拭けば取れるね。まあね、今このサイズ感でこれだと結構大きいんですけれども、もうちょっと大きくなったとしても、多分このケージのサイズで問題なく暮らしていけるんじゃないかなというところでございます。でね、餌もね、人工飼料を慣れさせようと思ったものの、なかなか人工飼料で餌付かせるのが難しく、私もマウスに慣れてしまったので、もうマウスで生活していただいてます。でマウスのね、栄養素的には、栄養素とか栄養分としては問題なく栄養も行き渡るので、まあいいかなというところでございます。まあ栄養的にね、マウスだけだと大変やってっていう状況だったら、マウスじゃない餌を考えるんですけれども、マウスで全然栄養的には問題ないので、健康に育ていきますんで、この調子で健康に育っていってくれればと思っております。ということでね、うちのセイブシジマナヘビのさなちゃんの、ケージのご紹介と餌、あとは用品ですね、周りの使ってるもののご紹介でした。ほんと使ってるのはそれだけになります。霧吹きを吹いたりも特にないですし、パネルヒーター引いて、あとは水の入れ替えだけちゃんとしてあげてっていう感じですね。と、ちゃんとご飯食べてもらってって感じです。私は基本的にこんな感じで、この子と暮らしています。はい、まあこの子以外にもね、うちにはフクロモモンガが5匹、そしてエゾサンショウが2匹、沖縄シリケンイモリが2匹、そしてレオパードゲッコが2匹、そしてサバノムイタが2匹というね、大家族にはなってるんですけれども、一人一人その子に合わせた飼育の仕方というのを行っております。今後そちらの方の動画もね、飼育に関するところちょこちょこ開けていこうかなとは思っているので、また何かございましたらそちらも見ていただければと思います。あとリクエストとかもあればね、リクエストいただけましたら、うちの子のご紹介にはなるんですけれども、うちの飼育はこうしてるよっていうところお話ししていきたいなと思います。はい、ということで本日は以上となります。よろしければ、チャンネル登録、高評価、そして Twitter のフォローなどですね、よろしくお願いいたします。また、過去にもたくさん動画が上がっております。800本ほどねあるので、暇な時にでも見ていただけましたら幸いです。はい、よろしければまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、りんととさなちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、りんとでした。バイバーイ。